こんにちは。今日ですね、参議院選挙初日でして、今日は私ですね、午前中海老沢さんと回った後、午後はですね、猪瀬さんと、東京12区のエリアをですね、ご案内してました。猪瀬さん、今日どうでしたか？まあ、今日ね、新宿都庁前で2時に、まあ、立候補したってことを伝えて、その後大塚に駅に来て、それから巣鴨に。巣鴨もみんな反応いい ね、地蔵通り本当いいですよね。地蔵通りはね、それからこの赤羽に来て、赤羽の、いやもう安倍塚さんに言われてさ一番街行けよって。一番街行ったら面白いね一番街は、ね、今ねもうコロナをね落ち着いて、ね、の飲み屋街がねまた蘇ってますから。居酒屋さん、大繁盛でみんな本当に、それで行くとみんな手振るんだよね。乗りいいんですよね。赤羽の住民はなかなかいいぞありがとうございます。どうもありがとう、ね、はいはい、じゃあね、明日も頑張りましょう。はい、ありがとうございました。元東京都知事の、全国比例で参院選挑戦中の猪瀬直樹さんでした。明日も頑張りましょう。はい。